あ、この間あれいつやった、12月か。はい、12月です。ですよね。で、相も変わらずですね、この時間がこう短縮、ね、営業要請が出てまして、まあ、こんな中でも足を運んでいただきまして、皆さんありがとうございます。楽しく、もう今日はまたとっても、いい日本の結局をたくさんちょっと強くできるか分かんないんですけど、用意してありますので、ぜひ楽しみに聞いていってください。やっぱりほとんど違いますもんね、曲が。あ、はい、あ、そう、かぶらずね、あの僕がこうすごい大切にしたいのは今何が一番大体かだからね、なんか本当にエリコちゃんに申し訳ないですけどね、あ、大体オーダーが1週間ぐらい前に直前に変わったりするんで、はい、まあ、ちょっといろいろ本当にご迷惑をおかけしたんですけど、いつも、ね、楽しくやっていただきまして、もう一方ね、お客様が見える予定なんですけど、その方を8分、もうちょっと遅れるからやって始めてます。始めてますか。わかりました。じゃあ、まあ、ね、たくさんいらして本当に嬉しい。本当に嬉しいです。です。ありがとうございます。じゃあ、ね、なんか今日は雨の予定ですけれども、まあ、今のところ、あ、お見えになりました。あ、よかった。スペシャルビップが参りました。恥ずかしい。入れない。じゃあ、まあ、思ったより天気もよく、そうですね、本当に美しい日曜日ということで、曲ぐらい。懐かしい。はい、定番の我々のテーマソング、ゆりゆりさんです。ワン。爽やかな日曜、降り注ぐ太陽、はい、Hey Hey Hey It's a beautiful day。もう咲いてますよね。もう葉桜ですね。葉桜か。ね、だいぶ早いんじゃない。
ね、昨日だとめちゃめちゃお花見日和でしたよね。はい、なんかお花見行かれました皆さん、昨日とか。行きました。あ、家の近くね。家の近くね。昨日ちょっと銀座の方で珍しくというか久々に演奏がありまして、結婚式みたいな仕事がジャズでやったんですけど、そのなんか休み時間があって、休み時間3時間ぐらい空いたんですね。結婚式もやっぱね、時間を置いてやるみたいで、密になるということで、その空いた時間をその相方のピアニストとどうしようかっつって、3時間あるから、じゃあ桜とか見に行きますかとかっていうことで、九段下の方に。初めて行ったんですけど、行ったことありますよ。びっくりしました。こんなにいいところが、いいところが。メディアとか来てなかった？ん？メディアとか来てなかった？来てたかもしれないですけどね。すごい昔、綺麗です。本当綺麗です。これは本当見るべき、ね、ちょうどいい時に見れてよかったなと思ってますけどね。はい。というわけで、まあなんかそういう春らしい曲をということで、そうですね、これやってみたいなと。はい、81年、糸井重里が作詞し、矢野顕子が作曲した春咲小便という曲。これ、金棒の CM だったらしいですね。まあ、ちょっとやってみます。
ね、坂本さんの奥様ですけどもね、とてもその当時の可愛くて、ね、どんな会話するんでしょうね、あ教授とね、はい、もうちょっとわけわかんないですよね、おそらくね、わけわかんないすごい次元のとこでわからなすぎる、全然テンションが違う二人ですけど、サクサクと。そうですね、両立しないと。両立しないと。なんか話したいことは山なんですけど。次、取り上げる曲がですね、ちょっと、落ち着いた曲で、最近あの、平松郷法律事務所の CM になって、皆さんにもおなじみがあるかもしれませんけれど、80年代の、寺尾明さんの曲で、さすらいという曲をやってみたいと。知ってます。あ、渋い。最近知ってます。あ、渋い。どうかな。ひとつまたひとつ港出ていく船、別れの印に俺の影を置いてゆく、自由だけを追いかける、孤独と引き換えにしてお前の匂いは記憶の彩りだけど、生きてゆく道連れは夜明けの風さ、過ぎゆく時を見てる、どんな恋だって色あせ崩れてゆく、いつの日かこの俺も命尽き果てるなら、あの雲に任せて遥かにさすらい歩く、生きてゆく道連れ「そうさ夜明けの風さ」「青い夜明けの風さ」リクエストはね、メイコさんから今回来て、あ、こんな曲やりたいんだっていう、いや、あの、好きなの、あ、兄弟は好きなのを知ってたから、あ、はい、メイコさんの歌詞がとても、まあ、色っぽいと、ね、うん、でもなんかどんどん過激なものを出してくるっていうことになってて、はい、でこれまだまだですね、あ、そうですね、あります、ありますけれども、多分
回を重ねて。今回は夢の途中という曲をですね、もうこれは皆さんご存知の通りのセーラー服と機関銃ね、ビートっていうか、これね、やっぱなんつうかこういう昔の曲の歌詞ってその時は何気なくこう歌って覚えてるんですけど、今は読むとめちゃめちゃいい歌詞だなみたいなのがありましてね、今日はそういう曲ばっかり揃えておりますけれども、で夢の途中もすごい、皆さんご存知だから説明するまでもないと思いますけど、ちょっとやってみます。この歌詞をかみしめてちょっと歌おうかなみたいな。さよなら別れの言葉じゃなくて、再び会うまでの遠い約束、今を嘆いても胸を痛めても、ほんの夢の途中、このまま何時間でも抱いていたいけど、ただこのまま冷たい頬を温めたいけど、刻みになった悲しさ、恋もコンクリートのカゴの中、君が巡り合う愛に疲れたらきっと戻っておいで、思い出に変えて、いつの日にか僕のことを思い出すがいい、ただ心の片隅にでも小さくメモして、スーツケースいっぱいに詰め込んだ希望という名の重い荷物を、君は軽々ときっと持ち上げて笑顔を見せるだろう、愛した男たちを輝きに変えて、いつの日にか僕のことを思い出すがいい、ただ心の片隅にでも小さくメモして、いい曲、ね、残る曲っていうのはいい曲だなと、はい、
気づきまして、もうこんなこの日本の代表する名曲シリーズが続きます。はい、これ、ね、好きな方も多いかもしれませんが、まあこれは聞いていただけますか。さっき説明なしでね。そうですね。はい、ちょっと水飲もう。あ、皆さんあのね、そのお手洗いがもし行きたくなったとしても全然あの、で、遠くの向かって右が女子、で、次が初めての方ね、左が男子となっています。あ、そう説明なし。はい、まあ後でやります。見覚えのあるレインコート黄昏の駅で胸が震えた早い足取り紛れもなく昔愛してたあの人なのね懐かしさの一歩手前で込み上げる未来思い出に言葉がとても見つからないわあなたがいなくてもこうして元気で暮らしていることさりげなく告げたかったの2年の時が変えたものは彼の眼差しと私のこの髪それぞれに待つ人のもと戻ってゆくのね気づきもせずに一つ隣の車両に乗りうつむく横顔見ていた思わず涙溢れてきそう今になってあなたの気持ち初めてわかるの痛いほど私だけ愛してたこと Thank you.
これ、あ、そうそう、全然関係ないですけど、あのリハーサルを僕らまたたまにというかね、直前にするんですけれども、あのカラオケ館で、あのこう2人でこう打ち合わせをしながら、ね、練習するんですけれども、今ね、カラオケが安いんですよね、すごく。で、あの、彼女は今、千葉に住まわれてて、で、まあ、ここまで来てもらうのもあれなので、あの中間で津田沼中間で、ね、いつも岡田さんが本当にやる、ね、本当にありがとう、ね、全然中間じゃん、津田沼のカラオケ館、やっぱあの実家が近いから、ついでに帰ったりもするんですけど、あのそこの、カラオケ館に娘さんがね、娘さん今2歳、もうすぐ3歳みたいな感じで、ね、可愛い娘さんでいらっしゃいまして、ついてっちゃう、岡田さんにしてくれたいや逆も嬉しくてね、あのだいぶね、あの、まあ、覚えてくれる感じになってきますけど、タダさんタダさんタって言ってたそうそう、で結構やっぱりなんか、まあ、さすがにお母さんがミュージシャンなだけあって音楽好きですよね、好きですね、一緒にこう歌ったり踊ったりとかね、まあ、2歳ですけれどしてくださって、駅をやったら泣き始めて、まあ、なんて感受性が強い子だった、そうでしたっけ、うん、あ、これもらい泣きしそうだなと思って、さすがだなと思って、泣いてました、泣いてました、それお腹空いてた、あ、そう、で、結局だからお腹空いて泣いてないんじゃないかエキキって泣くような2歳児だったら結構すごい、すごいよね、いやだからなんかお母さんが悲しげに歌ってるからっていうのがなんか伝わるんじゃないかなと思って、ね、あ、すげえなと思って、それはあるかもしれないです ね、悲しそうに、うん、お腹空いたのかね、その後バクバク食ってたもんね、機嫌よくなってた、はい、まあ、そんなことがありました。で、はい、駅ということで、ちょっと駅つながりでなんかいい曲ないかなって探したら、ありました、あの佐田まさしさんの駅っていう曲があるんですよね、これはね、まあ、あまり夢でもないのかもしれないですけど、あのとてもいい曲でした、でしたというか、やったのでちょっとやってみたいと思います。僕ね、どっちかというとさださんっていうよ、松山千春派なんで、これを歌うことはどうかなんですよ。ちょっとやってみます。君の手に持つは小さな包みが二つ、少し猫背に列車のタラップを降りてくる、驚いた顔で僕を見つめてる君は、昨夜一晩泣き続けていた、そんな目をしてる。ふるさと訛りのアナウンスが今ホームを包み込んだ、後悔でのことは誰も知らないよ、話す
こともいらない。駅に降り立てばそれで全てを忘れられたらいいね。重すぎるはずの君の手荷物を取れば、みじろぎをせずただ涙をこぼすだけ。ざわめきの中で二人だけ息を止めてる。口を開けば悲しみがすべて嘘に戻るようで、季節の狭間ではぐれたコトモリが時計をかすめて飛ぶ。泣き晴らした目が帰ってきたことが君をも許している。駅を出るまでに懐かしい言葉を思い出せたらいいね。改札口を抜けたならもうふるさとは春だから。遠くへと行けないように。
きらびやかな夢で縛り付けたい。さよならよりも切ないものはあなたの優しさ。なぜ不思議しまったんだろうっていうぐらいの、 あの名曲です。そんなことかね、あの結局そのいい、うん、そうそう、まあ、好きな曲なんです。あのっていうのはね、あのさっきの桃色吐息となんか似た雰囲気を持ったこのセクシーな、うん、あ、そうですね、このね 80年代のなんていうんですかね、まだバブル直前ぐらいのこのイケイケのみんな感じ。何かなって思いながら今この曲かな。ああそうね。何にも言ってない。何も言ってないもん。この名曲本当はもう数限りなくありましたよ。いやこれはでもね、なんかこういう大人になりたいなと当時思ってましたけど、慣れてない。全然こんなかっこよさは。フジテレビの間違いだらけの夫で夫選びっていうドラマのエンディングだったそうです。もっと勝手に恋したり、もっとキスを楽しんだり、忘れそうな思い出をそっと抱いてるより、忘れてしまえば今以上それ以上愛されるのに、あなたはその透き通った瞳のままで、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心を持つあなたの願いが叶うのに、もっと何度も抱き合ったり、ずっと今夜を揺れたり、悲しそうな言葉に酔って泣いてるより、ワインを開けたら今以上それ以上愛されるのに、あ
なたはた恥じらうより手立てがなくて、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心をまだ持て余しているのさ、この夜も。その透き通った瞳の中に、あの消えそうに燃えそうなワインレッドの心を映し出して見せてよ、揺れながら。元気でやってみました。たくさんが良かったと思えていただけたら、はい、じゃあ、ファーストはとりあえず一応ここで、まあ、最後というかね、はい、まあ、ちょっとお楽しみがあるんですけど、ね、そうですね、はい、はい、じゃあ無曲だけやります。あ、無曲だけやります。はいはい、これは、まあ、前も1回やったことありますけど、すごい好評をいただきました矢上純子さんの思い出のスクリーンという曲をやってみたいと思います。Oh,
次のラストがありまして、はいはい、ご紹介じゃしていただきたいと思います、ね。はい、前回、前々回とあの、聞いていただいた方いらっしゃったら分かるかもしれないですけど、あのギターの渡辺さんっていう、鍋さんという方が、ね、あのゴダイルとか、オークセンマンとか、ゴーリルとかね、はい、ああいうふうに盛り上げてくださって、お客さんが弾いてくださってすごくいいなって思ってですね。はい、で前回このただ酒場が終わった後にその、ちょっとねここでお話をしていた中でなんか、ね、一緒にやりましょうよってあのいう話になった曲があって、でその方が今ねあのお客さんでいらっしゃるんですけれども、あの、はい、チーさんね、チーさん、あ、じゃああとはじゃあお任せ、ありがとうございます、はい、じゃあチーさんどうぞ、うん、映ないとね、そうですね、ちょっとだけこうしてですね、映るかな私が寄ろうかな、そうだね、あ、そっか、うん、そうなんですね、本当にあの一緒にバンドをあのチェイさんとはやっていて、キーボードをあのなさっているんですけれども、チェイさんがちょっと映ってないなごめんなさい、まあまあそんなことおっしゃらずに、また全然 AOR とかね全然違うジャンルの曲をやっているんですが、今回はJ さんのリクエスト好きな曲ということでね、あの皆さん由紀さおりさんの生きがいってご存知ですか、知ってますか、はい、それで由紀さおりさんのバージョンではなく、ね、もしよろしければ渋谷さんのことを生きがいの、あ、マイクが届かないか、あ、歌ってるのが由紀さおりさんなんですけど作曲した渋谷たけしさんが、渋谷さんのライブに行くことが時々あるんですけど、で渋谷さんが自分で弾きながらコツコツと弾き語りをしているっていうのを何回か聞いたことがあって、それがとってもなんかこうシンプルに心に響いてものすごくいい歌だな、逆に由紀さおりさんが歌ってるの私は後から聞いて知ったんですけど、あ、なんかだいぶ違うなと思って、そうですね、うん、でまあちょっとどちらもいいんですけど、もしこの曲えりこさんに歌ってもらったらまたいいんじゃないかなと思ってちょっとリクエストしてこんなことになっています、はい、ありがとうございます。ね、あの渋谷たけしさんってね、ジャズ好きな人だったら結構ことずつまた思うかもしれませんけどね、まずありがとうございました、映ってますからね、2人とも MC が、じゃあ、まあね、あの張り切って、あの、まあ、張り切って、はい、あの楽しくやってみたい、MC ただただ酒場の産地なの、ありがとうございます、出てますか、目覚めたばこをくわえ
楽しみにしていただければと思います。はい、じゃあちょっとご歓談の、はい、ありがとうございます。